ネトブスド、ネトブスド、ネット,ト BSD はユニックスライクなオープンソースのオペレーティングシステムである。フリーブスドやオパンブスドと同じく BSD の子孫の一つである。近代的なオープンソース BSD としては最も古く、1993年5月に最初の公式リリースである0.8が公開された。ネットブスドは幅広いアーキテクチャに対して移植されている。 このことは、ネトブスドの標語である、オブコースイットランズネトブスドにも現れている。単一のソースツリーから58以上のアーキテクチャに対してバイナリーが構築可能である。ソースツリーは、機種依存部分と機種独立部分を可能な限り分離するように構成されている。これにより、機種独立部分に追加された機能は、すべてのアーキテクチャで利用可能となり、 再移植が不要である。ドライバの開発も機種独立である。ある PCI カード向けに書かれたドライバーは、8386、ー、パワー PC、スパークなど、PCI バスを備えたアーキテクチャであれば、どれでも使うことができる。それ以外にも、PCI Express や USB 等も、同様にアーキテクチャに関係なく実装される。この機種独立性が、 組み込みシステムでの開発に大きく寄与している。コンパイラアセンブラ、リンカその他のクロスコンパイルに完全対応したツールチェーン一式を持つネトブスド1.6以降では特に顕著である。ネトブスドは2004年4月20日をもってザネトブスドファンデーションの登録商標となっている。ネトブスドはカリフォルニア大学バークレー校のコンピューター。 システムズリサーチグループがリリースした 4.3BSD からネットワーキング2よび 386BSD を介して派生したものである。ネットブスドプロジェクトは 386BSD の開発者コミュニティ内の開発のペースや方向性に対する不満から始まった。4人のネットブスドプロジェクトの創始者、クリス・ディミトリオ、テオ・デラート、アダム・グラス、チャールズ・ハナムは 移植性、綺麗で正確なコードを軸とした開かれた開発モデルがプロジェクトに有益であると感じていた。彼らの目的は統一されたマルチプラットフォームの製品レベルの品質を持った BSD ベースのオペレーティングシステムを作り出すことであった。ネットブスドの名称はインターネットなどの当時の急速に発展していたネットワークの重要性と 開発が分散した環境で共同で行われるというプロジェクトの性質からラートが提案したものである。ネットブスドのソースコードリポジトリは1993年3月21日に設立され、最初の公式リリースネットブスド0.8は1993年4月に行われた。 この時のコードは 386BSD0.12 バージョン0.22の非公式のパッチを当て、386BSD に不足していた、いくつかのプログラムをネットにリリースから再統合し、その他いくつかの改良が含まれていた。最初のマルチプラットフォームのリリースネットブスド1.0は1994年10月に行われた。同年暮れ、創設者の一人、 テオデラートがプロジェクトから追われることとなった。彼は1995年の終わり頃、ネットブスド1.0のコードからフォークした新しいプロジェクトオパンブスドを立ち上げた。1998年、ネットブスド1.3で PKGSRC パッケージコレクションが導入された。ネットブスドは対象型マルチプロセッシング SMP を2004年リリースのネットブスド2.0。 よりサポートしており、初期の実装はジャイアントロックを用いた方法であった。ネットブスドコのリリースに向けた開発サイクルで SMP のサポートを改善する主要な作業が完了した。カーネルサブシステムの大半の部分がマルチプロセッサでも安全になり、サイルードのロックを用いるよう修正された。新しい同期機構が導入され、2007年2月にスケジュラーアクティベーションスが1。 1>, 1スレッドモデルに置き換えられた。スケーラブル悩むにスレッドスケジューラが実装されたが、4.4BSD のスケジューラがデフォルトで使用されている。これも SMP でスケールするよう変更された。同期化の性能を向上させるため、スレッド化された割り込みが実装された。仮想メモリシステム、メモリ割り当て、例外ハンドリングがマルチプロセッサでも安全になり、 仮想ファイルシステム及び主要なファイルシステムを含むファイルシステムフレームワークもマルチプロセッサ対応になった。2008年4月以降ジャイアントロックで動作しているのはネットワークプロトコルと大半のデバイスドライバのみとなっている。2018年7月17日現在ネットブスドの最新リリース版は8.0である。ネットブスドには独自のサードパーティーソフトウェア集、 ネットブースのパキッケージスコレクション、別名、PKGSRC がある。2009年7月現在、8000を超えるパッケージが用意されている。GNOME, KDE, Apache HTTP サーバーやパール等をインストールするには、適切なディレクトリに移動して、Make Install とタイプするだけである。こうすると、ソースの取り寄せ、展開、c ンフィグアー、構築や、後で、 削除可能な形でのパッケージのインストールを自動的に行ってくれる。このようなコンパイルを行う代わりに、あらかじめ構築されたバイナリパッケージを使うこともできる。どちらを使うにせよ、事前準備や依存するパッケージのインストールは、パッケージシステムによりすべて自動で行われ、手動での調整は必要ない。移植性の協議に従い、ネットブスのパキッチスコレクション。 PKGSRC は Linux、FreeBusdo、p e n b u s d Solaris、Darwin、Max、e l i x Interx、Windows Services for Unix など、ネットブスド以外の多くのオペレーティングシステムに移植されている。ドレアガンフライ BSD では、標準のパッケージシステムを PKGSRC に変更した。ネトブスドの綺麗な設計、高い性能とスケーラビリティ、 幅広いアーキテクチャのサポートは組み込み機器やサーバー、特にネットワークや工業用途に適している。商用のリアルタイムオペレーティングシステム QNX はネットブスドの高度から派生したネットワークスタックを使用しており、デバイスドライバもネットブスドから多数ポートされている。フォーステンネットワークスはネットブスドを高スケーラビリティのルーターで用いられる太す。 フォース10オペレーチングシステムの基盤 OS として使用している。フォース10はまた2007年、ネットブスド財団のさらなる発展と、オープンな開発コミュニティを助けるため寄付を行っている。わさびシステムズは、組み込みのサーバーやストレージ機器への応用に焦点を置いて、ネットブスドに、商用のエンタープライズ向けの機能拡張を行った、わさびセルタファイド BSD を提供している。 ネットブスドは NASA による国際宇宙ステーションの微小重力を調査するプロジェクトで使用され、また人工衛星ネットワークにおける TCP の利用に関する研究にも使用された。2004年にはスーネットがネットブスドを用いてインターネット2の地上における最高速記録を樹立している。この時ネットブスドが選定された理由は TCP コードのスケーラビリティである。 t モバイルサイドキック LX2009 スマートフォンのオペレーティングシステムはネットブスドを元にしたものである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。